いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。今回僕の新しい旅行先、静岡県の静岡市です。ちょうど寒くなってきましたからね、暖かいものが欲しい季節になったと思うんです。それで静岡といえばやはり静岡おでんがすごく有名だと思うんです。もう静岡おでんの聖地、ちょっと間違えたかも、聞き間違えたかもしれないんですけど、とにかく聖地と呼ばれているこちら青葉横丁にですね来ています。そしてこの青葉横丁にとても有名なおでんのお店があるというので、今日はそこで静岡おでんを楽しんで、で皆さんにも楽しんでもらえるような動画をお届けします。普通のおでんには見られないような料理もたくさん見られるそうなので、あと静岡だからこそのドリンクメニューもあるそうなので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。 YouTube のコミュニティにも書かせていただいたんですけれども、今回の動画から僕のこのバオシントラベルの動画に関してはですね、毎回の旅動画で予算を皆さんにお伝えして、なるべくの予算内に収まるような旅をしていくということで、今回の旅の予算なんですけども、ズバリ3000円でやってみたいと思います。さあどんな旅になるのか楽しみにしていてください。ぜひまた旅の感動体験を一緒に共有させてください。それでは今回の旅も始めていきましょう。だいぶ日が落ちてきました。青葉横丁はほとんどの店が17時から営業してるんですけど、お店の常連の方なんかはもう15分前から店前で並んで待ってるんだそうですね。というわけで僕もあと30分余裕はあるんですけど、急いでいます。青葉横丁到着しました。みかん屋さんやってるみたいなんで入ってみたいと思います。これが静岡割りです。いただきます。美味しい。三河屋さん来たら絶対頼むようにと、3点セットと黒はんぺんのフライ、これは絶対外したら何しに行ったんだって。ありがとうございます。これが静岡3点セットです。いただいてみます。十分です。ただね、でもね、この間は、ね、ここからで、12時ぐらいに1時ぐらいしか入れないって言って、もうね、しょうがないよ。めちゃめちゃ美味しい。あそこ入れるんじゃないの？続きまして、こちらのタレいきます。レバーの塩、
自動側にもう一つおかわりをお願いします。全然ゆっくりで大丈夫です。おかわりいただきました。ありがとうございます。すいません、来ました、いただいています。カワキのバラいただいています。俺にした、うん、はい、あ、なるほどね。はい、はい、最高です。噂って言って、あのアポなしでした甲斐がありました。本当になんか押しかけてしまった感じがあって本当に申し訳ないです。でこの静岡割りもないんですよ、他には。俺は静岡に来ないと絶対飲めないなと思って。もなかったらね、寄ってきました。黒羽店のフライが来ます。大場横丁から、はい、シンバリー屋台から、当時は界隈だけで60軒の屋台が立ち並んです。黒羽店はそんな特に歴史が長い。はい、来ました。いやもう黒はんぺんようやく対面できました。お待ちかねです。いただきます。よっしました。静岡割おかわりで、あのこれこのままで大丈夫です。完全に忘れてるよ。こんなことではないと思うんですけども、幸せの幸せの幸せの10畳ぐらい幸せです。教えていただかなかったら路頭に迷ってましたからね。僕帰ってやったんですよ、5時に来てもダメだからって。15分前には絶対いろって。美味しすぎる。日本大丈夫です。ありがとうございます。はい、隣も行きます。3杯目いただきます。おいしい。いやもう静岡に来てよかった。やっぱり来ました。いただきます。
やっぱりですね、帰るよって間に合うって言ってた。実は隠れたおすすめだそうです。めっちゃ美味しいです。はい。うまいね。最後の一口です。というわけで三河屋さんで美味しい料理をいただきました。結果の方なんですけれども、お代の方が2900円ということで、ちょうど予算の範囲内ということで大満足です。本当に素晴らしいお店でした。そして人の肌と肌が触れ合うぐらいのお店の広さなんですけれども、その中でもやはりこういう大変な状況の中でできる限りの努力をされておられました。本来であれば12名掛けのところを8名掛けまで、そして予約しなければ入れないところを今日は本当に偶然入らせていただきまして、本当に満足のいくお料理をいただくことができました。感謝しかございません。ありがとうございます。改めて申し上げたいです。なぜ今回僕が青葉横丁で三河屋さんを選んだのか、それには明確なはっきりした理由があります。三河屋さんは迷路会計を売りにしているお店だということだったんです。静岡旅行の第一の目標三河屋さんだったんで、僕としてはやっぱり行ってよかったなと思ってます。酔った勢いで入ってしまいました。これお通しなんだそうです。お通しでカツオが出てくるところって多分ないかも。お通しにカツオをチョイスしてくる居酒屋さんがまあないですね。すみません、シラスになります。はい、どうぞ。おビールまだかな。できればビールを先に欲しかった。そういうことを言っちゃいません。生シラス来ました。お醤油をかけていただきます。うるさい客で申し訳ない。お醤油を入れていただきましょう。お料理が出揃いましたのでいただいてみたいと思います。若干酔いが回っていて申し訳ないんですけど、いただきます。シラスをいただきます。上に生姜塗ってますね。これちょっと混ぜていただきましょう。早く行きますよ。卵シラスね、カツのこの組み合わせ最高。自分はこんな感じにタッチパネル式ですね。しかもこのタッチパネルがテレビのサイズが非常に大きくて見やすい。これだったら年配者の方にも優しいんじゃないでしょうかね。僕はこういう思いやりは好きです。では、チラをいただいてみますよ。黒ご飯がうんなお味なんですけど、
は焼いても美味しいですよね。調子に乗って今頼んじゃいました。でもこれで終わりにしようと思います。送信します。こちらの大津さんの半熟黒ゆで卵できました。ちょっとね、このからしをちょっとだけのっけていただいてみます。はい、だしがよく染みていて美味しいですね。最後のお料理来ました。会計がちょっと30人超えちゃったので早くいただいてみようかなと思います。ポン酢に、このポン酢につけて、本当にブドウプチ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 と口の中で弾ける感じがいいですね。お目につけて、エンドライン側、西側、西側ね、前を行って、ピンケとなって、そう、で、こういう風にキーパーで、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 という間にいただいちゃいました。やっぱ寂しいなって。宮代さんとか、なんか美味しかったです。こちらが本日宿泊するホテルになります。トリップドットコムという旅行用のインターネットサイトを使って3800円で朝食付きの宿泊プランを予約しました。今からホテルに戻りたいと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。本当に心苦しいんですけれども、先月投稿数が極端に少なかったものですから、今月は頑張ってたくさん投稿して、皆さんに楽しんで喜んでもらえる動画をたくさん投稿していきたいなと思っていますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。